わあ、風呂入ってないからやばい。映っちゃった。このテーブルの下にもゴミがあるという。すごいなぁ。ペットボトルのゴミ除いて、こんだけ、このでっかい袋2袋分になったよ。いや、これ僕が買ってきたから、一応。この袋一応俺が買ってきてる。キャンプじゃない、2回前かな。この前のじゃなく、2回前ぐらいの時の、バーベキュー配信の時に一応ゴミ袋も必要だって、その時買ったんじゃなかったっけ？違ったっけな。まあでも自分が勝ってるよ。だって自分の部屋にはあったし。まあ別にそれぐらいどうでもいいけど。あ、そう、多分サンマの回かな。多分その時だと思うんだけど。あ、それか前、片付け配信しようって言った時に買ってきたやつかも。ああ、吉江さんに笑い事じゃねえんだよってめっちゃつねられたんですけど、一体、腕をつねられたんですけど、笑い事じゃねえんだよとか。いやあ、テーブル拭きますか、じゃあ。テーブルを拭きましょう。テーブルを拭きましょう。よいしょ。やばい、めっちゃ綺麗になった。これでついに、キーボードとか、マウスが端にやらないで使える。よし、できた。
できました。接触か。ちょっとカメラやり直さないと。めんどくさいなこれ。うん。オッケー。めっちゃ綺麗になった。めっちゃ綺麗になった。これでついにキーボードとマウスが中央に置けるキーボードとマウスが今までここにゴミがいっぱいあったんでね、すっごいもう端っこにこうキーボードとマウスを置いてやってたんですよ。ここになんか食いかすとかいっぱいあったから、うん、キーボードとマウスを中央に置けました、やっとやったぜ。まあ本当はね、ちょっと下も掃除機かけたいのもあるんですけどね、掃除機はちょっと今からだと親が怒りそうだからな。かけるんだったらさすがに日中かな。なんか今から掃除機かけ出すともう親がもっとさらに機嫌悪くなりそうな気がする。あー、チョーミューさんからお約束の相手来たー。おまいがー、アラムド、アセキュー、アウィドス、アビリゲイツ、ソフトバンク、ソーマサシ、やったー、ありがとうございます、ありがとうございます、やったありがとうございます。ぬいぐるみはいるのって、いや、ぬいぐるみはいるでしょ。あー、チョーミューさんからやった、アレンちゃん、やった、大花火、大花火じゃない、応援花火、やった、やった、アレンちゃん、あー、来たー、アレンちゃん、アレンちゃん、青い花火レンチャー、青いがアラムド、アセキョウ、ウィロズ、アビリゲイツ、ソフトバンク、あー、超レンチャン来た、やったアレンチャー、レンチャー、あー、青い花火、アレンチャー、アラムド、アセキョウ、ウィロズ、アビリゲイツ、ソフトバンク、ソマズ、やったー、レンチャン来てる、アドールさんからもやった、青いがアラムド、アセキョウ、ウィロズ、アビリゲイツ、ソフトバンク、ソマズ、あー、ミュウさんからレンチャン、おいがアラムド、アセキョウ、ウィルズ、アビリーツ、ソフトバンク、ソーマスジ、やったー、めっちゃ来てる、応援花火めっちゃ来てるやべえ、めっちゃ来てるんだけどあー、ミユさんからレンちゃん、やった、応援花火やばい、めっちゃ来てる、アラムド、アセキョウ、ウィルズ、アビリーツ、ソフトバンク、ソーマスジ、やった、大富豪、やったー、来たー、レンちゃん、大富豪、あー、びっくりした、なんで、悪いけどさ、なんすか、喋ればいいって問題じゃねえかんねえ、悪いけど、大富豪、やったー、自分の後始末は自分でやってくれっつんだよ、やったー、レンさん、何が、自分の後始末は自分でやるんだよ、あれちゃん、やったー、どうなんか、やった、あれちゃん、あれちゃん、席を、ここが開かねえじゃねえかよ、どうしたんだよ、これ。いや、それなんか物があるからじゃないですか。あの俺さんからも、あれちゃん、物があるからじゃなくて、片付けるんじゃねえかっつうんだよ、この部屋を。片付けるんじゃねえかよ、この部屋を。片付けたじゃないですか。こういう空っ箱はちゃんと畳んでる。あ、やちまんだよ、このクソガキが。うちを出てけ、いなくていいから。ちょっとやろう。出てけ、いなくていいから。こんな部屋にするやつは人間じゃねえから。出てけ、いなくていいから。部長出てけ、いなくていいから、もうかかりたくねえから、一体人の金はなさねえしよ、ここにもゴミがあった、騙し取れやがって、人の金を、ここにもゴミがあった、ちょっとやろうか、こ
年なしいくら使ってよ、おめえ。40万、今40万、暑いで、うるさいから暑いって、うるさいから暑いってください、暑いって、うるさいから、うるさい、暑いで、暑いで、うるさいから、うるさいから暑いって、住民手間払えねえ、暑いって、うるさい、うるさい、どんどんうちに出てけよこの野郎、いなくていいから、クズ出てけよ、顔見るもん嫌だから、うちにいねえでくれ、もうてか暑いな、よだ野郎が早く行きたくなれよ、このバカの人が、うん、あと奥目の方、クマシャン、ありがとうございます、ありがとうございます、洗ってるじゃん、そういうことじゃねえんだよ、ペットボトルもきちんと洗ってラベル剥がして元まできちんと片付けんだよ、こんなで片付けてうちへ減るんかよ、このクソガキが、早く死んじゃえ、なくていいから、クソ野郎テーブルめっちゃ綺麗になったんですけど、関係ねえよ、いらねえ箱ぶっつんどいてよ、なんだこのぬいぐるみや、これはね、箱はね、捨てちゃダメなんです、うちゃねえこの野郎、箱はダメなんだよ、アマゾンの箱とかはダメなの、関係ねえよ、ほんな、アマゾンの箱はね、てめえの頭がアマゾンだって、アマゾンがいげえこの野郎、てめえの頭がアマゾンの意味わかんないけど、アマゾンの箱はあるだけで、なんか現代風みたいなのを、なんか何が現代風で、てめえなんか、ね、わかるのよ、ちょんまげ野郎な、だからアマゾンの箱ってのはアマゾンを頼んだ人しか持ってないわけだから、カッパのくせに何言ってんだよバカ野郎が、ちょんまげ野郎が、ねアマゾンの箱ってのはアマゾン頼んだ人しか持ってないのよ。で、アマゾンってのは、まあ通販みたいなもんだから、だからなんかその通販をしてるっていう、アマゾンの箱があれば通販をしてるっていう感じが出るじゃない。だから現代風の、ね、現代風の感じに移るから。どんどん片付けるよ自分の部屋を。だからちょっとしただから、インテリアなんですよね。アマゾン借りてやってくれ、どんな何でもいいから。何やってもアマゾンの箱はインテリアだと思ってるから俺。このうちは出てってくれよ、もういいから、荷物持って いなくていいから、もう二度と帰ってくるな、悪いけどこんなバカ親子もんが、いや、とりあえずあっち行って37ってな、こんなバカが、37じゃないから俺37じゃないから、5だよ俺、35だから、5じゃねえよ、7だよ、35だよ俺、てめえ見てなクズはよ、いや俺35なんですけど、クソったれが出てけっつんだよ、親にこれ以上迷惑かけんじゃねえよおめえ10万いつ返してくれんだよ、いや待って、あっち行ってくださいよ、とりあえず10万いつ返してくれんだよ、分かった、あっち行ってください、こないだ言ったよな、分かった分かったか、あっち行ってよ早く、返せるわけねえなんだって、まあいいか、あっち行ってさ、いいから早く、あっち行けよ、うるさい悪いけどよ、これ突っかかんねえように置いてくんない、悪いけどうちが壊れちゃうから、悪いけどあっち行ってくんないから、こんなもんな、悪いけどあんなの箱なんかどうでもいいんだよ、出てってもらえばいいんだから、もういいからもう出てってよ、もう悪いけどもううちを出てってよ、うち壊れちゃうからあんたがいたら、悪いけどここまでクズなんだから、ここがうまく開かねえんだよ、なんで空っぽこが片付けられねえんだよ、こういうやつが、クソ野郎、積んどけいつもじゃねえだんべ、自分の家を今すぐきれいにしろこの野郎、クソったれが、うちにいるな、もういなくていいから、クズ野郎が、お前みたいなクズは見たことはねえよ、本当に親として、なんでもこうにな、ぐちゃぐちゃな、こんなぬいぐるみがきちげのようにあってよ、バカじゃねえよおめえ、いい年こいて。ほんとクズだよおめえ。こんなペットボトルも自分で飲んだなら片付けんだよ、どんどん。こんなものを、クソ野郎が。人をバカにすんじゃねえぞ、この野郎。クソったれが。よと野郎。腹が立つんだよ、てめえみたいなクズ見てると。うちよくなんだと思ってんだよ、この豚小屋。誰が見たってよ、こんなの。あれ、わかんかんねえ。普通の人間はここまで想像しなかんで。こんなもの飲むだけの器量はなかんべよ、親から金踏んだくれやがってめった、クソ野郎が、今月になってよおめえ、今年になっていくらぞってよ、40万だんべ、30万だんべ、106万だんべ、あと10万だよな、今年になってじゃないでしょ、今年だよ今年じゃないですよ、今年の1月からだよ今年ね、そんなもらってないですよ、やってよ、ほら
40万やって。いやいや、だってそれ税金のやつでしょ。違うよ、40万やったんべよ。40万もらってないですよ。車だ、車の40万やったよな。あ、車ね。 あと分割払うって30万やったよな。車で。おいしゃれ分割払わねえでな、税務署が言ってよ、いっぺんに払ってくれって言われたよな。で106万払ったよな。税務署のことじゃないでしょ。電話代が、あーどうあれさんから、電話代、熊さんダイヤモンドやった。電話代を12万おめえ4000貸したよな。それだけ出してあとまた10万分だくったよな。税務署の今年じゃないでしょ、あれ。去年じゃなかった、今年だっけ、あれ。今年だよ、冗談じゃねえよ。去年は200万だよ、役場に。クソ野郎。全部で400万だよ、あれ。今年だっけ、なんかもう、去年だか今年だか感覚わかんなくなってきた。わかんねえだべ、人の金払うだけだから。てめえは痛くもかゆくもねえべ。ほんでこんなものを飲んでやがってよ。てめえなんか声だめ飲んでりゃちょうどいいんだよ、水なんか飲まねえで。このクソ野郎。こういうの片付けるよ、自分でやったら。一人で生きていくってことは、こういうのは誰も片付けてくんないんだからね、最後まで。いいか、あっちに行ってよ。行かないよ。片付けられないんだって、出てってくれよ、ここ。いいか、悪いけど。もういなくなってくれよ。この荷物全部なくしてくれよ。もう結構だから。悪いけど。出てってくれよ。この荷物とあんたは。悪いけどさ、あれ、障子破くかんねん、あんな床屋にはやっといたら。斜めになってるから、障子破ったら金なんだよ。悪いけど。もうし、破れてんじゃねえかよ、二床。なんで二床障子破ったんだよ、クソ野郎。出てけよ、どんどん、いなくていいから。おめえのもんなんかみんないらねえから。出てけよ、どんどん。こうなればこうなるって頭使えねえやつなんかな、人間じゃねえから。はっきり言って。払うもんが先だから、なんでもな。でもいいか、うるさいよ。何も払わねえでな、水もサーバーなど飲んでるバカいねえよ、あんた。何様だよ、おめえ。どんどん払えよ、役場に。県民税を。いいか、あっち行ってよ、うるさいな。一期、二期、三期ってよ、払えよ。うるさいから、あっち行ってよ、とりあえず。払うもん払えっつんだよ。どんどん払うから、あっち行ってください。払えよ、どんどん。待ってよ、あっち行けよ。人に10万払えよ。こないだ。わかった。早くあっち行ってください。今払えよ。分かったか、あっち行ってください。あっち行けっつーの。今払うるさい。なんでよ。うるさい。なんでこんだけ金取られてよ。あんたのこんな、新入しなくちゃなんでんだよ、親が。いいか、早くあっち行ってください。うるさい。こんなぶたぐやね、するんだったら出てってよ。障子は破くし。あんたの荷物よりね、うちのが大事だから、私。あんたなんかどうなればいいんだよ。ああ、うるさいな、もう本当に。関係ねえから。こんなクズ野郎。醤油よこせよ、醤油が悪くなるから。はい。なら当たり前だぜ、バカ野郎。はい。投げるんじゃねえよ、このバカ。やばい、別にいいじゃないですか。死んじゃえよ、早く。いなくて。ちなみにその醤油、俺が買ってきた醤油だからね、自分。負けねえよ、そんなことは。この出汁醤油、俺が買ってきた。これは私が買ったうちだよ。あんたのうちじゃねえよ。よくここまで散らかしてくれるよな。バカだよな。ああ、島さんから、お前が、お前が、お前が、アラブの席を、ウィドゼ、ビリゲイツ、ソートマック、ソーマで、あれさ、こんなことやってねえで片付けろ、てめえが下げたもの、クソ野郎が。てめえのやつ最後まで片付けってからやで。親にみんなさせやがって、何でも。金も何でも、クソ野郎が。死んじゃえ、早く、いい加減で。ちょっとやろう。死ねよ、早く。いなくていいから、クズは。だってさ、あっち行ってうるさいよ。うるさいじゃない、自分で下げても片付けろって言うんだよ、最後まで。で、どうやって片付けんの、じゃあ。洗い物してよ、ラベルを剥がしてよ、ちゃんと。ほんで、打ち荒れるようにして、打ち荒れとこのとこまで持ってくんだよ。そこまでが仕事だよ、あんた。やるよ、どんどん、クソガキ。なんでよ、おめえ、笑い事じゃねえな、こっちは。てめえにこき使われる筋合いやねえでこんだけの金取られてよ。冗談じゃねえよ、あんた。笑い事じゃねえよ。ムカつくだよ、私は。頭くるよね、40万だめ、40万、30万だで、106万だで、その後おめえ、携帯12万4千だで、それはなしたんだよ、その後また10万だよな。いや、それ今年じゃなくて、あれ去年だよね、それ。去年じゃねえよ、去年は200万だよ。冗談じゃねえよ。いやいや、そんなもらってないから、俺。そんなもらってないから、よせボケてんじゃないの、俺。ボケてないよ。税金って多分俺、去年だと思うんだけど。取られた金なんかね、取られた金なんか忘れるもんじゃねえ、あんた。いやいや、去年だから、絶対。去年じゃないよ。今年じゃないでしょ、あれ。去年じゃないよ。
あれ今年だよね。だってあれだよね、役場払ったらいつだよ。コロナが流行る時だ、流行った時だから去年だんべ、去年の2月だ。だから去年じゃないですか。だから役場払ったら200万だんべよ、去年だんべ。コロナ 3年目じゃねえで、2年目だであんた。去年が200万だよほんで今年が40万だよ最初、うん、俺のおめえあれだんべ、あっこから取ったんべ。去年だよねあれね。隠しといて。今年だっけ。隠しといておめえあれだんべ、俺のあのへそっから40万取ったんべよ。ほんで残りが10万切れなかったんべ。あれあそこ50万あったんだからな、まだ悪いけど。いやでもそれ返したじゃないですか。何が40万って返したでしょ。だって俺返さないよあんたは。返したよ俺。いつ返した。よな、忘れすぎだよしげさん。冗談じゃない。返したじゃないですかあれ。30万だっけ、いかっけ。そう、返してもらったのは携帯だけだよ。12万4千だよ。あ、そうでしたっけ。そうだよ。これ届けんじゃねえよ、金のことなんか忘れて。でもそんなどうでもあっち行ってよ早く。もう初め40万取られてな、次がな30万だよ、次が106万だよ。だからその税金のやつは絶対去年だよ、去年。今年じゃないでしょ。うちの携帯がね、止まるっつってな、12万4千。だから税金のは今年じゃなく去年だって。いやいや、今年。だもうどっちでもいいわ、そんなのもう。去年申告したやつは今年や。あー、やす、ここやった。あれやす、なんだっけ、この、応援のやつ。去年じゃ俺300万も払わねえで、200万だで。今年の初めだよ、2月だよ、税務署からおめえ電話があって、お母さんが払ってもらえありがてえって言われてよ。あゆびあざす。そうだんべ、忘れねえでほら、取られた金なんか忘れるわけねえだんべ。親が苦労して一生懸命働いた金をそんだけむしり取りやがってよ。ほんで座敷はこの豚小屋でよ、出てきゃいいんだよお前なんか、いなくていいんだから。障子なんて破られちゃたまったもんじゃねえよ、金かかってまた。お前の荷物なんかな、どうでもいいんだよこんなもん。こんなやつ、こんな野郎の荷物なんかどうでもいいんだよ。本人と一緒に出てきゃいいんだよ、どんどん一人立ちしろ、もういなくていいから。俺だって我慢が我慢しきれねえよこんな豚小屋に。うるさい、うるさい、あっち行ってください。うちから出てってよ。うるさい、うるさい、出てってくれる、もういいから。ほんで今の状況何、県民税が払えねえ。うるさいから、あっち行ってください。なあっち行ってください、もういいから、あっち行って。うるさーい、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 あっち行け、うるさーい、うるさいから、あっち行け、うるさい、うるさい、ちょっと危ない、よく言えるよなこの野郎。あっち頭来るから言ってけよ。うるさい、うるさい、あっち行ってください。この格好見て出てってもらうから。あっち行って、うるさい、警察に電話する、うるさい、電話するからいいよ。あっち連れてってもらうから、もういらねえから私悪い。うるさいよ、年寄りをいじめてる人間だから。そうでしょ、だって何が一番もう、ね、おうるさいんだよマジで。なんなんこのクズ、人の金さんざとれがってよ、働きもしねえよ。あっち行ってください、うるさいからマジで。働きもしねえよとやるなんで、なんだよ。うち出てがいなくていいから。アパートが借りられなかったら車で暮らせ、このクソ野郎。どんどん出てけ、県民税払えよどんどん。だ、分かったよ、あっち行って。うるさいんだよ、頭がキンキンするの、うるさいんだよ。おいだって頭にくるぜ。だからあっち行って、もううるさいの本当に。あんだけのゴミをね、悪いけどね、持って嫌いてよ、なんで俺があれ片付けなくちゃなんねんだよ。だ、うるさい。ほんで、障子は破かれてるしよ。ムカつくんだよ、この部屋見ただけで。こんな人間がね、水のサーバー飲むだけの資格はねえで、悪いけど。ねえ、うるさい、ほんとにうるさいから。あっち行って、マジで。返せよ、金を。返せよ、俺に。いいか、あっち行って、うるさい。最後の10万返せよ。返せよ。わかるよ、あっち行って、うるさい。今返せよ、待って。うるさい。あー、応援のやつ渡す。今返せよ。10万返せ。ねえ、うるさい。だ、会社行くよ。10万返してくれ。返してくれ。早く。返してくれ。あー、うるさいな、マジで。返してくれ。10万。だ、うるさいよ、もうあっち行ってよ、とりあえず。冗談じゃねえよ、ほんと。一
人がおめえ貯めて100万をな。いいかもね。ちょ、いいか、あっち行ってください。もううるさいですよ。本当にうるさい。うるさくもなんべえ、そんだけ金取らいや。いや。だって金取らいや。あっち行ってうるさいよ。で、R になんか50万も取らない。うるさい、もうしつこい。しつこい。なんであの R のクソ、クソ R は。てめえも男に金どんだけやってんだよ、しつけえな、てめえや。同じこと何回も何回もや、てめえや。よく言うよな。てめえもね、てめえも育児放棄してどんだけ男に金使ってきたんだ、てめえは。そら自分で働いた金だい。てめえみてえの親の金。てめえに割りすり合いないんだよ、てめえは。俺は親の金使わねえや。自分で働いてきた金だい。そこが違わい。あんたは違うだんべ。親の金使ってべ。あんたとは違うんだよ。俺は自分で働いた金だよ。親の金べたりするってことはねえよ。お前みてえなクズじゃねえよ。一生懸命働いてよ。あ、指輪出す。よた野郎が。てめえみたいなクズ野郎。この部屋何だっつんだよ。ほんと、頭くるかんねえ、ほら。出てってもらわねえとイライラするかんねえ。誰に見てもらったってこの部屋間違ってるから。こんな部屋に住んでる人間はいないよ。いくらなんでも。空っ箱も畳めないね。ねえ、障子はよく。みんな金なんだよ。あ、あざす。チアリーダーだっけ、これ。あざす。冗談じゃねえ、あんた。頭来るかんねえ、ほら。お前みたいなクズ。どんどん いなくなってくれよ、もう。この世から。悪いけど。ヨタは早くいなくなりゃいいんだよ。親に迷惑でかけて生きてんだから。金のヨタ野郎はな。冗談じゃねえよ、こんなせがれ。こんなせがれだと思えねえ、こんなクズ野郎。せがれと呼んでもらえねえ。こんなヤクザに誰がしたねえ、このクソじじいが。バカ誰がよ。ヨタ野郎。お前みたいなクズはいなくていいんだよ、もう、この世に。親父と一緒にな、あの世行け、この野郎。待ってみや、あのバカが。ねえ、もうあっち行って、ほんとうるさいから。ここをちゃんと閉まるようにしといてくれってんだよ。でしょね、お吉さんが来なければいいじゃん。この部屋じゃ嫌なんだよ、私。知らないよ、もうあっち行ってください。こんな汚い部屋じゃ死んでいけないよ、いいか、私。あっち。かわいそうで。知らないよ、早く死ねよ、もう。屋敷がかわいそうで死んでいけない、私は、この部屋見ただけで。こんな部屋じゃかわいそう、うちが。お前なんかどうなってもいい。お前の荷物なんかもう何もいらない。あんたもいらない。出てってこの部屋をきれいに片付けてもらいたい。私がきれいにするから、金かけて。ね。この部屋をきれいにするから、自分の好きなように。ああ、うるさい。あんたはもういらないから、出てってもらいたい。本当に。早く出てけよ、うちを。いなくていいから。おら、すまねえよ、なんで。私がなんであのやつ片付けなくちゃなんねん。ペットボトル持ってきて、カビが生えてようなの。カビが生えてる。全部捨てたじゃないですか、中身は俺が今。ペットボトル持ってきて、あれ、ラベル。全部捨てたじゃないですか。長時間でねえよ。ラベル剥がして、ちゃんと洗ってな。捨てるとこへ捨てるまでがな、仕事なんだよ。下げればいいつもんじゃねえだよ、なんでも。最後まできちんとできないだんべ、何も。あー、ちょー、せーなんだよ、親が来た。おいが、おいが、おいが、アラブの席を置いたぜ、ビリーズ。そう、トマック、そう。アリアス、やったー。最後まで何にもできねえだんべ。みんな人にうちゃらしてよ、うん。やる人がいなかったらどうすんの、うちは。どうなるの、俺んちは。こんな豚小屋に住んでよ。障子は平気で破くしさ。あんたの荷物なんかどうでもいいんだよ。こんなもの。くだらないもんがいっぺえなんだから。空っ箱をぶっつんで投げとくような人間なんだからよ。こんなゴミ屋敷に寝てる普通の人間じゃねえんだからよ。頭の程度が。なあ、こんなゴミ屋敷にいるやつはいねえよ。よその人に見てもらえ、この人。普通、想像できねえから、この部屋は。こんなの部屋じゃねえから、はっきり言って。ねえ、もう同じことなんかしつこい、うるさいんだよ。だから、私はきちんとしたいから、この家を出てってくんない、私は。あー、匿名の花なら、おいが、おいが、おいが、アラブの席を置いたぜ、ビリーツ、ソートマック、ソーマナシ、やったー、ありがとうございます。やった私が生きてるうち、この家を出てってくれ。私、きれいに直すから。ありがとうございます。悪いけど。この家を出てってくれ。私がきれいに直すから。あんたの荷物はベタ一もいらねえから全部持ってってくれ。悪いけどな。残すのはそのピンクの兄弟とあれ
兄弟とタンスだけだよ、私のもんは。あとは全部持ってってもらって結構だから。ね。いらないから、私は。ああ、うるさいな。こんな汚い部屋。風も入れられねえような、窓も開けられねえような、こんな汚い部屋ねえからよ。想像がつかねえよ、この部屋は。ああ、遠く見えるのか、とか、おやら来た、やった。おいが、おいが、おいが、ラブのお席を追い出す、フィリピン、ソートマーク、ソーマーダンシー、やったー、ありがとうございます。やったー。で、ヨジさん、金返せよ、どんどん。ああ、10倍来たー、やったー。遠く見えることから10倍。おいが、おいが、おいが、アラブのお席を追い出す、フィリピン、ソートマーク、ソーマーダンシー、10倍、おやら来た。ああ二連ちゃん10枚来た特命の方から10枚やったお前がアラブのお席を追い出せビリゲイツソフトバンクソンマダムシやった二連ちゃんで10倍がこんだけな、こんだけ子供に金取られる親いねえよ。え、マジで3、え、これ3連続って相当じゃない？特命の方3連続これこんな10倍出る確率 10% とかじゃないのこれ100分の1とかじゃない？いや、1000分の1か。3連続で出る確率1000分の1ですよ。どんどん金払いよ、払う。10分の1かける3乗なんで、1000分の1じゃない。やったーお前が、お前が、お前が。アラブのお席を追い出す。ビリゲイツ、ソフトバンク、ソフトバンク、あとはくれたお前に、レチャ、アレチャ、アレチャ、やったアラブのお席を追い出す。あ、ビリゲイツ、ソフトバンク、ソフトバンク、やったーありがとうございます。やったーレチャ、アレチャ、アレチャ、アレチャ、やったー。いいもん、言うせ、あっち行ってもらうと、ほっとうるさいから、あっち行ってください。あーレチャ来てるレチャアラブの汗気をウィナズビリゲイツソフトバンクソーズイヤタレチャイヤタあーちょいちょいと遠く見えることアレチャアラブの汗気をウィナズアビリゲイツソフトバンクソーズイヤタレチャアレチャアレチャイヤタイヤタイヤタアレチャアラブの汗気をウィナズアビリゲイツソフトバンクソーズイヤタレチャイヤタアレチャアレチャイヤタイヤタあーちょいレチャ来てるやったアラブの汗気をウィナズビリゲイツソフトバンクソフトバンクやったーレチャレチャレチャあんたの片付けしててあんたがそうにやってあってやったーでかいこりゃあんたの片付けを私にさせようてめえは住んでるのおかしくねえかいこれ人間として道理が通んねんじゃねん自分でやったことは自分で最後まで片付けるのが普通じゃない人間としてあーちょひできちさんからやったーこのなんだっけこのあの宝石の高いやつやった宝石箱だ宝石箱ややったアラブの汗きょウィルズビルゲイツソフトバンクソフトバンクやったーありがとうございますやったーすごいめっちゃ来てるんだがこんな豚小屋にいるようなやったーよとやろうがここまでお役子もはいねえよあんたよせさんここまでクズはいねえ。あー遠く見えることがスペシャルさ来たおいがおいがおいがアラブの汗気をウィーダーズアビリゲイツソフトバンクソフトバンクやったーてめえなんかな間違ってもなアラブの石油王となビルゲイツになれねえよこのコジキジジイがよ俺はヒカキンになるんですよ僕はコジキジジイがよ俺はヒカキンになるんですよヒカキンだってよ笑すんじゃねえよこの野郎クソキンだんべよこの野郎クソでも暗いよおめえうんこ製造機だんべ飯食っちゃうんこしてよ披露にもできねえでなおちゃんじゃねえけどなあ何がヒカキンでよ笑すんじゃねえよこの野郎こんなぶっちらかった部屋でよ何様だよおめえヒカキンがな親にこんだけな金をな迷惑かけるかよああローレさんから親のやだおいがおいがおいがアラブの席をウィナーズビリゲイツソフトバンクそうです、やったこんなバカな、ありがとうございます。早く死んじゃいなくていいから。てめえの親父もバカだから、両方死んじゃいいんだよ、どっちも。ヒカキンがね、なんかね、何千万単位で募金してたよ。何でねえ、おめえなんか。何が何千万で俺の金返しゃいいんだよ。そんなことは言わねえや。あー、どうなんかねえんちゃん。やった、アラブの席を、ウィザーズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、そう、まさし、やったありがとうございます。やばい、今日アイテム飛んでるぜ。俺が追い張ってるからよ。よしえさんが、よしえさんが怒ってるから、いつもより閲覧が3倍ぐらいありますよ、今日。怒りたくなんでや、金べえ踏んだくらいじゃ。あーとおるさんからレッチャーアラブの汗今日ウィードズビリゲイツソフトバンクソフトバンクやったー親並みがめっちゃ来てるやばい今日めっちゃ来てるんですけど。
今日めっちゃ来てるんですけど。バカにすんじゃねえのこの野郎。金返せよ。あー、俺のレッチャーもやのみ。イヤタ、アラブの、セリオ、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サーバス、イヤタレッチャーが来てる。人間はね。あー、ちょい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 とめっちゃ来てるんだけど。トールさんから、あれちゃん、レッチャー、レッチャー、イヤタ、アラブの、アセキオ、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、あー、ちょいちょい、レッチャーやったー。ステギオ、ウィルズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サーバーズ、やったーありがとうございます、やった。なんすか、うんこ、吉江さんだってうんこ製造機じゃないですか。俺は違うよ、俺はあんたみてに人に迷惑かけねえよ。あー、10枚来たーやったーアラブの、ステギオ、ウィルズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サーバーズ、やったーアレンチャー、アドールさんから、アレンチャー、アレンチャー、レンチャー、やったやったやったアラブの、アセギオ、あー、めっちゃ来てるカーネモッチ、カーネモッチ、お金持ち、やったーありがとうございます。金持ちだ返せよ、この野郎。やったー金持ちだら返せよ、10万。ありがとうございます。やったーレイちゃん、アラブド、アセギオ、ウィルズ、ビリエイツ、ソフトバンク、ソーバーサジ、やったーやった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 ありがとうございます。俺だってね、参ってるからね、去年200万で今年も200万。まとめて投げないって、だってめえが1個でも投げてみよう、ね、てめえや。ちくわさんとかって言ったらゴミが。な何がゴミで、てめえがゴミなんだよ、親の金べえ使ってよ。まとめて投げないって、てめえは1個でも投げたのか、ゴミがや。あ、いいんだよ。ああそれでいいんだよ。これ1個1000円ぐらいすんだぞ、これ高いんだぞ。うちのクソガキはね、うちのクソガキは親の金。お前なんかハート1個すら投げてないじゃないか。あれだからよ。親に金の迷惑でかけてるよと野郎だからね、あんたの方がよっぽど偉いよ。いや顔はねちょっとねかあの風呂入ってないんで今日風呂入ってなくてって変わんねえよ女濁ったような人間は。いや一個ずつでもまとめて投げんでもどっちでもいいっすよ、うん、お前なんかな人に迷惑かけてな順序が違うんだよ払うも払うが先なんべこの野郎。まあ一応まとめて投げると一撃性があるんだよね。一個ずつ投げた方が平均的なポイントにはなる。そのランキングポイント的なやつ。人に迷惑かけねえように生きるんだよわかるかい県民税もちゃんと払ってよ、うん、親に借りた金も払うって言わなかったか3万ずつ毎月起こすって、はい、ちくわさんブロックうざいお前何が3万だよ、うん、3万ずらね1000万ありゃすーチアリーダーでさだすあんた悪いけどさあんた3万ずつ返すって言うんだよね、ドールとかいうゴミは頭おかしい。てめえかわいくてめえおい無料アイテム投げたゴミやってブロックなお前てめえ、ゴミが。なあ。無料の投げた、え何これ古関新一とかってやつこいつてめえ、晒してやるよてめえよ。おいてめえブロックだよおいこの野郎てめえのブロックだよこの野郎こっちが、バカ野郎の鼻頭のカッパなんかブロックだよこっちが。あーちょードールさんからファンタスティックやったーやったやったなんだっけこれチアリーダーだっけチアリーダーファンタスティック来たやったアラブのステキオウィンドウズビリーズソフトバンクソーデやったーですよやったーやったー名前さらすなって別にさらしてもいいでしょこんなのさ投げてくれる人にねなんかこんな悪口やだねこんなさらしてもさらされてもしょうがないでしょこんなのてめえが最初に暴言吐いたんだろうか、ゴミが。なあ。ゴミはおめえなんべ。人のことゴミっつんじゃねえよ。てめえの。最初にゴミって言ったよこいつがそうじゃねえよ。特命のやつが最初にゴミだって言ったよゴミだからゴミって言われて当然。俺に言われたんじゃないんだよ俺がゴミだってのは分かってんだよだからいいじゃねえか、本当のこと言う。あー、どうれだからハートの、やったおいがおいがおいがアラブの席を見るぜビリゲイツソフトバンクソフト、やったーありがとうございます、やったーなねえ、おめえ。ねえ、100万単位をめっちゃ取られたんじゃ頭くるぜ、こっちやってよ。一生懸命頑張ってんのによ。そうなんだよね。いや、とりあえずうるさいんすけど。金返しはうるさくねえよ。返してくれよ。たといくらでも。とりあえず、小関新一さんをブロックしないと。毎月3万返すって言ったよね。あんた忘れたかい。めんどくさいんでね、匿名だとさ、わざわざ名前検索してからブロックしないとだから。3万返すって言ったよね、毎月ね。返してもらってねえけど。これ。ねえ。3万返すってよね。いいかと、わ、わかった、うるさい。400万返すの用じゃねえで、あんた。3万ずつじゃ。はい、お疲れ、ブロック。ね、はい、お疲れ。で、今も県民じゃ払わねえんだからよ。役場に。
俺、役場に電話したかんだよ。ヨタ、もういいから。トヨタ、早く、あっち行ってよ。うるさいんだよ、本当に。いつも払わねえで、ずうずうしやる。だから、金返せば文句言わねえっつんだよ。返せよ、どんどん。あ、ポンポは出す。返せっつんだよ。だ、分かったら、分かったら、あっち行ってください。返しますから、そのうち。はい。いつ返す？返しますよ、だから。日にちを切ってくれ。いいから、返します。日にちを。じゃあ、今月中に返します。いくら？あー、ロママンスさんからやったー、大やるいやだ、アラブの、ステキオ、ウィラズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、サーバーサシ、やったー、ありがとうございます。みんな人の金取りやがってよ。いやだ、10万円返しますよ、だから。10万だけ、うん、だわ。あとは毎月3万くれってよ。だわかったら、あっち行ってください、本当に。それよりさ、県民税払ってくんね、恥ずかしいから。だわかったから、あっち行って、とりあえず。県民税と、あと警察の。うん、だわかったら、もううるさいが、あっち行って、うるさーい、うるさい、あっち行け、うるさい、あっち行け、うるさい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 、あっち行ってください。ああ、もう本当にね、頭がキンキンガンガンしますよ、本当。6時っすね。あ、匿名の方、チアリーダーだす。はぁ、あ、本当にうるせえ、マジで。あのね、皆さんもね、多分わかると思うんですよね。なんかこれ、なんて言うんだ、いや、わかりますよ。あの、皆さんの気持ちも。これ、何回も言ってますけど、アジエサーだっす。僕もあの、引っ越しおばさん見て面白いなって思ってましたから、これ何回も言ってますけど。引っ越しおばさん昔ね、ニュースとかで取り上げて、うわ、なんだこのおばはん面白いなっていう感じで、なんか、バラエティ番組とかもネタにとかしてたじゃないですか。めちゃイケとかでもなんか、ネタに